遠州の騒乱は曹操の軍により鎮圧。黄巾の残党は大男巨著と共に曹操のもとへと下った。屈強なる兵青州兵の誕生である。一方で残党の中で戦に耐えぬ者には農地を与え民とした。兵力と生産力、その増大は取りも直さず曹操の力となる。各地の諸侯は曹操の急激な台頭に動目した。その翌年、ある事件が起きる。徐州牧董賢の手の者らが曹操の父を殺したのである。曹操は悲しみ怒り、蜂起の軍を徐州へと進める。敵は董賢、そしてその触覚として董賢を守る劉備一味。天意が、巨著が、宗人が怒涛となりて急敵を撃つ。宗主公、鉄壁の盾となり天地を守らん。徐州城までの道のり、何も仕掛けがないとは考えづらいね。できれば私の指示に従ってほしいな。あなたを危険な目に遭わせたくはないからね。この戦大丈夫だ。ああ、まあなんとなくうまく説明できないんだな、これが。けど遠州の方は嫌な感じだ。カコートン殿が一人ってのは妙にな。劉備が刀剣に協力していると聞く。殿に敵対するとは厳罰に値する。今勢いに乗っているのはこちら。まとめて叩き潰すしかあるまい。刀剣を倒せば乱世の終わりに近づくだか。おいらにはよくわかんねえぞ。殿の親父さんが亡くなったのか。ひでえことするやつもいたもんだ。親父さんの仇のさばらしちゃおけねえ。このわしがぶっ飛ばしてやる。我が軍はこれより徐州牧刀剣を攻める。指揮は各官、皆指示に従うのだ。刀剣もその将兵も打却だが、奴とつながる劉備の一味には警戒せよ。あの男には得体の知れぬ何かを感じる。またそれにつき従う関羽らも豪遊だ。ともあれ、乱世に宋猛徳ありと天下に示す。皆奮戦し、己が武名を轟かせよ。刀剣は罠を用意して待ち受けているはず。お手並み拝見という。だけどな、曹操殿を殺めるとは非道千万。これ鬼畜を討たんのならん。
くさん落ちてくるかな。それじゃあ進め。いや、敵の準備は万端だった。ここからでは投石が届きそうにないね。あそこの高台まで運ぼうか。ああ、ここなら届きそうだ。あの装置、投石車で壊してしまおう。
自分が討ち取らせてもらった。当店様、攻撃用の拠点が敵に制圧された模様。城の門が開いたようだね。それじゃ当家へ挨拶に行こうか。当家様のお声はいかせん。やりますよ。この先へ行かせてなるのか。さすが角家殿、敵の動きなんか全部お見通しだな。角家殿の前には当剣の策などないも当然。いや、私には到底まねできません。当剣殿、ご無事か。ひとまずこちらへ。今こそここと並ぶ。セブンの海を遊戯殿は何に来てくれたか。ここは頼らせてもらおう。そうにすると逃がすわけにはいかん。総数殿の敵逃がせてもらう。この手だけは使いたい。どうも渡さん。奪われるよりはマシよ。戦のために城を燃やし大地を焦がすか。軌道に軌道を重ねるその所業プロス文字。軍長はここで私と当剣殿を迎えよう。翼徳たちは曹操軍の本陣を威嚇してくれ。任せとけ兄だ。曹操軍の奴らなんだ、ケチらしてやるぜ。これ以上は持たねえ。引かせろ。ドッキン様、どうかご無事で。ああ、見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。無事に逃がせる。これ私が倒産。
まだせめて助手の地は私たちが守ろう。戦った。さあ勝ち時をあげよう。